皆さんこんばんは。未確認艦隊みちるべです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。はい、今日の動画です。何年か前に作りかけていました、24分の1ロータスヨーロッパのラジコン化計画です。前回の動画では走行、テスト、廊下でまあ無事に走らせて成功したんですが、ちょっとねスピードが速くてですね、ちょっと危険だったので、今回ギアをですね、ギアダウンっていうか、さらに遅く走るように、改造をし直しました。ミニモーターのですね、優勢ギアがついた超小型の、優勢ギアモーターを、ネットで発見しましたので、それに入れ替えてみました。ただですね、あまりにも遅くてですね、今回、どうしたか悩みましたけど、もうこれはこれで OK かと思いまして、これも申し上げたいと思います。戦車よりね、遅いスピードですね、これ。ほんとね、こういうのもありかなと思って、もう直すのやめました。もうこのまま行きたいと思います。はい、どんな感じで動いているのか、ちょっとこれからお見せしたいと思います。こちらになります。ちなみに、前作った時の動画ですが、それをお先にお見せします。はい、これが前作った時の動画の、走行している動画です。結構速いでしょう。だから、これ壁にぶち当たるとね、簡単に壊れちゃうんですね、プラモデルですからね。で、これを見て、ちょっとやばいかなと思いまして、ちょっとギアダウンをさらに落としてみたんですが、ちょっとやりすぎた感じはします。で、今回の、動くスピードですね。はい、こちらとなります。はい、こんな感じですね。めちゃめちゃ遅いですね。これはこれでありかなと思います。最終的にもうこのまま、車を仕上げたいと思います。あとは、外部の塗装ですね。それなりの、形状なので、それなりの仕上がりしかならないと思うんですけど、雰囲気だけ、味わいたいと思います。何色でいくかちょっと悩んでますけど、白か、黄色とかね、赤もいいかなと思ってます。ちょっと黒は今回ね、ちょっとやめておきたいと思いますが、ロータスヨーロッパ仕様、さっきとの女将仕様には、やる予定はございません。シンプルな、単色でいきたいと思います。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。それではまた。バイバイ。